はい、皆様こんにちは。お久しぶりです。で、今日の動画は、自己紹介していきたいと思います。そのリクエストがあったので。で、いきなりですが、名前は松井力と言います。松は松の木に松に、井は井戸の井で、力は力と書いて力と読みます。ケンタッキー生まれ育ちで、今年10月末で23年になりました。両親は、母は、京都出身で、父は兵庫出身になります。兄は7つ上で、あの姉は6つ上になるんですけども、まあ、2人とも日本で生まれて、幼稚園ぐらいの時に家族でアメリカに来て、で、まあ、ちょっと家が広くなったということで、あの僕も誕生したっていう理由なんですけど、でアメリカに23年になるんですけども、とはあります、日本には住んだことがなくて、で日本に行って一番長かったのが多分2週間ぐらいで、大体家族旅行って言ったらまあ2週間ぐらいなので、で帰る時って言ったらまあ主にまあ京都なので、あの日本でもあの京都以外はあんまりよく知りません。でよく一番あのよく質問いただくのが、なんでこんなに日本語ができるのかっていうふうにあの言っていただけるんですけれども、あのありがとうございます。まあ両親が頑張ったっていうのももちろんあるんですけれども、あのそうですね、両親のおかげと、あとは毎週末土曜日に、日本人学校に行ってまして、まあ、日本人学校アメリカでは補習校っていうんですけども、あの日本人補習校に、あの小学1年生からあの大学に入るまで毎週土曜日通ってました。でそこでまあ3時間の、国語の時間と、3時間の、その算数が、まあ、数学その学年に応じたレベルの算数をやって、でその後今クラブの案内して、まあ、要するに一日中かかる学校だったんですけれども、まあ、そこに通ってました。まあ、それだけじゃなくて、両親が本当に、まあ、アメリカ生まれ育ちになるとはいえ、まあ、将来どうなるかわからないので、それとまあもちろん両親が日本人なので、僕の顔も日本人になるわけですから、その日本人の顔を知ってて日本語を話せないのはまあかわいそうだということで、あのよく昔はよく怒られてる、思い出がたくさんあります。でもまあそのおかげで、あの日本語を話すのも読み書きもできるので、あの感謝してます。で YouTube ではもうメイク動画しか載せてないんですけれども、まあ1個バイオリンのがあるんですけど、まあそれがメインです。今は、ケンタッキーのある大学で、バイオリンの勉強をしてます。で、まあ、将来の夢は一応バイオリニストでして、まあ、一応バイオリンで何をしたいのかはまだ決まってないんですけれども、一応12月で、大学は卒業します。最初ピアノを始めて、でもピアノの先生がまあ旅をするということで、もう住んでた町からいなくなっちゃったので、あの新しいあの楽器を始めることになりまして、で、ね、一応同じ住んでた生まれ育った町にバイオリンの先生もいて、で、まあ、バイオリンやることにして、それでまああの最初は本当に好きじゃなくて、バイオリンってやっぱりピアノと違って、そのピアノの鍵盤を押したら綺麗な音が出るみたいに、バイオリンは全然そんなことないので、バイオリンで綺麗な音になるのにも、はい、正直何年もかかる楽器なので、中2か中3になるぐらいまでバイオリンが大嫌いで、1週間にもう合わせて20分ぐらい練習して、まあ、いつも先生に怒られてっていう感じだったんですけども、ある時中2ぐらいの時に、母から、あるバイオリニストの DVD を見ろと言われて、あのその方、川一子さんっていうんですけれども、あの彼女はあの日本のテレビであのミューズの晩餐っていう司会をやってたことがあるので、まあ、ご存知のことはいるかもしれないんですけれども、あの本当にお綺麗な方で、あの本当に素晴らしいバイオリニストでして、そうですね、彼女の DVD を見て、あのその DVD10 分ぐらいだったんですけれども、それを見て、あのある時あのバイオリン大嫌いだった人が10分後にいきなりバイオリン大好きな人になるっていう奇跡的なことが起きまして、なんでバイオリン真剣になったのが、実はというとたったの中2か中3ぐらいの時で、あのそれっては、まあ、音楽やってない方には分からないかもしれないですけど、すっごい遅くて、まあ、なんで中3ぐらいからその音大を目指して頑張るっていうのは本当に無茶な話なんですけれども、まあ、一応アメリカなので、それと、まあ、一応自分でも死ぬ気で頑張ったつもりなので、まあ、毎日何時間も練習して、あの無事あの音大に入って、あの本当に素晴らしいバイオリニストの、あのお弟子になることができたので、あの本当に良かったなと思ってます。初めてメイクの動画を YouTube で見たのが多分高校ぐらいの時で、YouTube で横にこう関連動画みたいなの出ますよね。で、そこで、あの、ミシェル・ファン の動画が出てきて、で、彼女もアンジェリーナ・ジョリーに変身する動画があって、で、それをまあ一応クリック したんですよ。なんでか。で、なんか感じるものがあって、で、それを押して、で、見たら、その、うん、
バイオリンの時と一緒で、なんかあのなんか雷が落ちたというか、なんかあったんですよ、ショッキングなものが。ムシェルファンのものすごいもう虜という風になって、まあもう彼女のビデオ全部見ることになって、もう毎日毎日見てて、でミシェルファンの動画見るまではメイクってなんか、うん、男の人がほとんどが思うなんていうか、うん、化け物になるだけだとか、元の顔が見えなくなるなんか、うん、なんかずるいものみたいな風に思ってたんですよ、正直。でメイクのことを全然分からなかったし、なんていうかどちらかというと男としてバカにしてるものがあったというか。だけれどもその彼女ミシェルファン のメイクをつけてるところを見てると、なんか本当に芸術的だなと思ってすごい感動して、でその始めるメイクを自分に加えるっていう風にきっかけになったのが、まあ、ミシェルファンの動画見てても自分には加えたいないという風には全く思ってなくて、だけどある時まあ、高校の時にニキビがものすごくひどくて、で大学に入ってもそのからもひどくて、で大学2年生の時にシェファーのなんか動画見てて、がある時 BB クリームというものを使ってニキビを隠せるというふうに言って、で自分で彼女がビデオで加えてて、そしたらにお肌がすごく綺麗になった。でその瞬間が本当に信じられなくて、なんかこんなお肌をきれいにするクリームがあるんだということが本当になんか信じられなくて、ファンデーションというものは、まあ、もちろんお肌をきれいに見せるものだっていうのは当たり前なんですけど、なんていうかそのコンセプトが頭に入ってるだけであって、自分のに対する考えがどういうふうに変わるのかっていうふうには全く男として考えてなくて、それはそうじゃんと思い始めたんですよ。で、であるその後にスーパーに行って、あのガーニエっていう会社なんですけども、そこの安い BB クリームっていうものを買って、そしたら一気にこうニキビが全部消えて、すっごい感動して、いきなりもうメイクの世界にもう飛び込んだという風な感じです。やっぱり動画見られないってことは、やっぱりちょっとその動画のコンテンツを変える必要があるんだなという風に、まあちょっと真剣に考えまして、なんであの時、まあ、日本語でやってみたらどうだというふうに思いまして、一応日本人なんで、まあ、日本人の考えも一応分かってるつもりなのでそれで日本語でやってみて、そしたらある時インスタグラムでちょっと名前言っていいのかわからないんでちょっと言わないんですけれども、あるインスタグラムのフォロワー の方にとても親切にしていただきまして、でリグラムしていただきまして、そして日本人 の方にたくさんにコネクトする機会をいただきまして、そこから反響がすごく良くて、あやっぱり、うん、日本人なだけにやっぱり日本人と通じるものがあったんだなというふうに、なんていうかじわっときたというか、じわるなので最近はもう本当に動画は全部日本語にしてます。やっぱり動画作るのってやっぱりすごい大変な作業なので、やっぱりメイク動画作るときはやっぱりたくさんの方に、あこの動画あってよかったなとか、あこのメイク動画があったおかげで助かったとか、勉強になりますとか、そういうふうに言われるのが本当に嬉しくて、で本当に日本語の動画のメイク動画を始めてから、本当にたくさんの方からぜひやってみますとか、勉強になりましたとか、助かりますとか、そういう言葉をたくさんいただいて、なんか本当に嬉しくて、でこの道でやっていこうというふうに思いました。で他の趣味はですね、バイオリニストと大学生とメイクをやってれば、もうそれだけでもう他のことやる時間が全くないんですよ、正直。バイオリンを真剣になる前まだずっとテニスやってて、プロのテニスプレーヤーになりたくて、テニスを結構レッスンも受けながら毎日結構真剣にやってました。あとの趣味はあとゲームとかが好きで、今この 3DS があるんですけども、正直音大に入ったことは自分だけじゃなくて家族全員と、まあ、知り合い全員にとってすごい驚きのことで、まあ、さっき言ったみたいにバイオリンに真剣になったのがたったの中3の時なんで、それまでは本当に芸術ばっかりやっててアートばっかりやってたんですよ。でアートは、まあ、いつもインスタグラムとかでメイクは芸術だというふうにいつも言ってるんですけれども、そうアートはもう本当に2歳ぐらいの時からもう毎日飽きることなくずっとやってて、実はというとその大学願書を出してた時に音大は1個だけだったんですよ、今言ってる音大で。他は全部美大で、日本にも行って、で大阪芸大と東京芸大の他にも京都ら辺の芸大ら辺にも全部行って、実はというと全部、
行こうかなというふうに思ったんですよ。さすがにはちょっと日本に帰るのは厳しいなと思ってどこにも出さなかったんですけれども、一応アメリカではそのシカゴとかシンシナティとか大きい美大全部に出しまして、まあ、一応全部受かったんですけれども、その音大に行くことにしたのが、今言ってる音大のお世話になってるバイオリニストの方がいるんですけども、その方からある日電話が来て、ぜひ一緒にバイオリンを勉強しないかというふうに電話来て、でそういう電話来たらいいえとは言えないですよね。だって素晴らしいバイオリニストなんですよ。本当に彼はその世界中でいろんなとこでコンサートマスターの、コンサートマスターというのはオーケストラでバイオリンとオーケストラ全員の中で一番偉い方の方のことを言うんですけれども、もうそれを世界中でやられている方なので、ものすごいバイオリニストで、その彼から一緒にバイオリンを勉強しないかっていうふうに言われちゃったんで、それをまあノーとは言えなくて、美術の先生はすごく悪いんですけど裏切りまして、バイオリンを勉強して、もっと、まあ、本当はバイオリニストになりたかったんで、本当は美術の大学に願書出したのは本当にまあ逃げ道みたいなものだったので、本当に音楽の素晴らしさをもっと皆さんに知っていただけたらなと、特にバイオリンいいなと思ったので、後悔はしてません。それに、まあ一応 YouTube のおかげと、それとみな、もちろん皆様のおかげで、アートをメイクの形で皆様に送ることができるので、まあ一応両立できて、とっても幸せです。まあ一応メイクも、まあデザインみたいなもんなんで、とても毎日が楽しいです。で、あとはですね、趣味は、あとはまあ筋トレとかが好きで、ジムには、まあ毎日行ってて、毎日土曜日以外は、一応何かのトレーニングをしてます。長所は、僕はとっても親切な方です。自分で言うなよって感じなんですけれども、本当にそれが逆に短所でもあって、ちょっと親切すぎるというところもあって、なんていうか、いつもその他人の気持ちを先にするのがもう癖みたいなもので、幼児期の時からその反響が大きいんだなと思ってるんですけども、やっぱりアメリカでケンタッキーのすごいど田舎で生まれ育ってるので、やっぱりそのアジア人が周りにあまりなかったし、やっぱりみんなからは違う人というふうに見られてたので、その幼いにしろ白人の塊の中で自分だけアジア人だけではなく、まあ一応、まあ、自分がまあ同性愛者だということは、まあ結構幼い時から知ってたので、まあその コンプレックスっていうものがっていう、まあ、自分はなんでこんなに他の人と違うんだっていうふうに思う気持ちがもうちっちゃい時からずっとあって、それでだいぶ自分も傷ついてて、でその気持ちをまあ他人に味わせたくないなっていうその気持ちが強くて、なんでそんなに気使う意味あるんだよっていうふうに、まあ自分でもたまに思うんですけれども、まあ癖であって、まあそれがまあ一応まあ長所ということにしておこうかなというふうに思ってます。短所はですね、たまに企画性が全くないということで、この日までにこれだけのことをしないといけないというふうのはすっごい頭に入れるタイプなんですけれども、まあ大学院に願書とかいろいろやってるタイプなんですけど、たくさんのことをなんか5つとかなんか10個とか一気にいっぱい来ると、なんかいきなりなんかやりたくなくなっちゃって、やる気が失せるというか、それでなんかそのまあ後回しとかにしてて、で結局最後にうわーとかなって後悔することが多いです。はい、情けないんです。まあ一応、まあ、自己紹介でも、まあ、このすごい長い動画じゃない方がいいと思うので、まあ、これ今日はこれぐらいにしておきます。で次にリクエストが多かったのが、お気に入りのメイクとかブラシとか紹介してほしいという風だったので、まあそうするにはやっぱりまあ毎日使ってるメイクとかがやっぱり自分の中で一番のお気に入りだと思うんで、次は毎日メイク、まあ、自分の毎日メイク、それとまあそれ以外に YouTube の動画とか作るときに絶対必ず使うメイクとかありました。それを紹介したいなと思います。動画のなんかリクエストがあったら、ぜひ下のコメント欄に残していってください。できたらその動画撮ります。では今日も皆様ご視聴ありがとうございました。それではまた次のビデオで、じゃあね。